にちは。こん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 にちは。ゆっくり行かないと削れちゃうから。削れちゃう。今日で前半戦、はい、まあ、折り返し合宿になりますけど、今回合宿のまず狙いっていうのはどういったものを持って入りましたか？まあ、先月に引き続き合宿できているので、まあ、前回やったことを復習しつつもさらに積み上げっていうところで攻守ともに、まあ、ブラッシュアップしていきたいなと思いますし、まあ、新しい選手も何人か呼んでるのでその辺もしっかり融合しながら、まあ、主にはその安定した守備っていうところはいつも選手に言ってますけれども、攻撃のところでいろいろなコンビネーションが出るように、崩しのところで、まあ、選手とそれぞれの特徴が出るような形を作っていきたいなというふうに思っています。昨日のトレーニングなんかでも攻撃のところでは本当にみんなアグレッシブに動きとかプレーを出してくれましたし、まあ、今日の試合はすごく、まあ、そういったことが出てくれば楽しみだなというふうに思います。この試合で特に、ね、ていきたいことっていうのは何でしょうか？まあ、攻守とも全体的なバランスで1試合通してゲームの中でもちろん自分たちの時間帯とそうでない時間帯にどういったプレーを選ぶのかっていうことも選手に要求しながら、まあ、とにかく攻撃の部分で特には積極的なアクションっていうのは期待したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でその時に言っても取りに行っていいです。まずはこのライン外出ても構わないからしっかりブロックして受ける。でそのタイミングも考えて、ただブロックするのかアーリストで行くか、ボールに合わせてコントロールしなくていい。はい、今日取り行く、取り行く、おしゃべり、そうそうそう、逆向いて持ってる、手にひねらないでいて、キーパーはしっかり、キーパーだったらキーパー。
の集中度を最初から100に上げて、まずゲームに入るってことが大事。ファイト！ファイト！ファイト！はい、順位行ってこい。はい、頑張って。はい、頑張って。確かにね。下？頑張って。だからちょっとタイミングずらしてあげたりさ、やめたりさ、やめたりして相手が来るの一回急いじゃえば結構つながると思うから。パカッとさ、高瀬しんどい時こそここ止めてあげてね、止めてあげて。あんまり動かしすぎるとさ、休める時あるから止まっててもいいかもしれない。結構空いてるからね。前半はゼロゼロで来たから、やっぱりこう勝ちにこだわってまずやる。パスがちょっとずれると自分たちのやりたいことずれてくるから、パスがずれないように、で気合い入れすぎないように、ちょっと外して。サポート入るね。ブレイクの勝負ギリギリ出してね。あ、足打って、足打って、はい、頑張って。はい、
自分がすごい下がる。はい、裏です。なるなり最後に、もう一個ランチやめてくれよ。前に足見てください。あ、一個あそこ行けるぐらい。エミさんもなるの一個前で、ちゃんとこういうコーナーパスしたのいいよ。タラピーっていうのが左から行くけど、あのボールは打たせないぐらい。あとしっかり決めてくる。勝負としてまだ1点だからね。あ、エミさんもしっかり決める。左から行くのはあれ。中島行っていいっていうのはいつ行っていいか分かった。そう三浦が残ってたら行っていいっていうところ。今1-0。誰も流れ考える。エミも流れ考える。今 1-0。 もう一個逃げてる。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか今日の練習試合やってみてるの。はい、今の感想というか。今日結構相手が前からかけてきてて、結構後ろで低い位置で回す場面が多かったんですけど、まあ、監督も言ってたんですけど、そこをうまく剥がせれば結構攻撃にはつなげられたので、ただそこでちょっと、まあ、自分自身もパスミスがあったりだとか、ちょっと判断が遅くて引っかかってしまったりっていう部分があったので、そこはもっと後ろでテンポよくボールを回せたら、もっと早く前にもつなげることができたのかなと思います。どうですか、もう合宿今前半折り返しになりましたけど、はい、今の合宿の雰囲気で。あ、結構新しい選手もいるんですけど、しっかりなでしことしてやっていくことっていうのを、まあ、共通理解して、結構いい雰囲気でできてると思います。わかりました。次逃げないでくださいね。またあります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ナイスゴールでした。はい、ありがとうございます。どうですか、今日の練習試合の今の感じてることというか。でも今日の相手に対しては別にスピード感だったり当たり負けってところは全体的に少なかったと思うので、まあ、ちょっとずつというのもアップしていってるのかなと思います。なんか結構相手が、まあ、守備の面でも枚数少なかったので、まあ、いい位置取ったらもっと攻撃できるんじゃないかなというふうに思って、で、まあ、後半入って、まあ、結構攻撃にも人数かかってて、クロスに対しても 2,3 枚入れてたんで、まあ、そういう面でも前半見ててのちょっと課題を後半生かせたかなと思います。わかりました。お疲れ様です。ナイスゴールでした。お疲れ様です。ありがとうございます。ナイスゴールでした。ありがとうございます。どうでした今日の練習試合、手応えというか。どうですか。どうですか。あれ、お互いに聞き合っちゃったけど。まあでもチームとして勝てたんで、はい、
多分良かったんじゃないですか、ボールも持てて、いい流れも作れたんで、はい、良かったと思います。監督からどんなこと言われて試合に入ったんですか？勝ち前半組が引き分けだったんで、はい、後半組はやっぱ点取りに行こうってことで、はい、わかりました、はい、お疲れ様です、すいません、ありがとうございました。今日の練習順位の振り返りです。あ、振り返り。お疲れ様です。お疲れ様です。